はい、お疲れ様です。今日は倒産寸前悲惨な状況を告白、ちょっと前回ちらっと言ったんですけど、赤字出して、会社本当に潰れるか潰れるかっていうところまで行って、自殺考えるって言ったらちょっと大げさかもしれんけど、でもそれぐらい結構やっぱ本当に真剣に悩んだ時があるんで、辛かったねその時は。で壮絶な状況、今日、言えることも言えんこともあると思うんですけど、できるだけもう限界突破してお話ししたいと思いますんで、ぜひ聞いてください。じゃあまず目次か。コメント、説明リンク貼ってあります。これね、飛べるようにで、スマホだけはコメントからしかいけませんので、よろしくお願いします。あとチャンネル登録ね、チャンネル登録いいねは本当にしてください。本当にね、最近本当にしてくれてるんで、嬉しいんですけど、いいねももう本当にテンション上がる。最近頑張って撮れるね。本当にチャンネル登録いいねっていうのはもう分かんないんで、俺ぐらいの年代、視聴率も結構年配っていうか俺らぐらいの年の人も見てくれてるみたいなんで、そのデータは出るんですよ。何歳ぐらいが何パーセント見てるとか、その数値取れるんで、見てると結構年が近い人とか、40代の人30代の人って見てくれてるんで、それぐらいの年齢になるとチャンネル登録とか、Facebook のいいねみたいな感じで、俺ようやれんくてさ、いいねボタンが一回も人生押したことないから、行っても一回二回じゃないかな。そんな感じです。ちょっと長くなるとあれなんで、話してみましょうか。じゃあまず目次、なぜ倒産寸前になったのか、倒産に なりかけた理由だね。それと、倒産寸前になったらもうどうなるか、これも本当に壮絶だと思うんですけど、一つ一つ話していきます。はい、じゃあなぜ倒産寸前になったのか、まず第一に、先行投資すぎたっていうか、本当に倍で会社が成長して、タイミングで言ったらね、もう何年前かな、4年5年ぐらい前だと思うんですけど、その5億から売り上げが6億に増えたんですよ。増えたんだけど赤字出したのバーンってね、結構な赤字だったと思うけど、ちょっと俺もはっきり覚えてないけど、でなんでじゃあその、売上が1億も上がったのに赤字出したのって言ったら、確かね、目標数値は8億ぐらいだったんですよ。そうすると例えば5億で50人の従業員がいるとしたら、8億やったら80人人間がいるじゃん、単純計算すると。そうすると30人採用しなきゃわけでしょ。そんな規模じゃないんだけど、営業の数で言ったら1人頭1億前後はいくもんで、そんな人数じゃないんですけど、でもその分の人間採用するってことは採用費もかかるし、あとはその人の人件費もかかるわけじゃないですか。でそういう中で、もう先行投資もガンガンしてったんで、そこが一番大きかったかな。で2番、人が育ってなかった。そういう先行投資してればいいんだけど、もうポンポン人入れとるもんで、なんちゅうかな、アホばっかってたらあかんけど、アホばっかってたらお前がアホやんけみたいな感じになっちゃうでいかんですけど、なんちゅうかな、やっぱ俺もアホだったんで、営業経験者とかいろんな人ポンポン入れて、会社のカラーに合ってないともどんどん入れてって、その塗装の知識もまだ低い、何の知識もまだ低いっていうのに、どんどん営業生かして見積もり生かしてって、うちはその営業って言っても、その飛び込みなランナーじゃないんですよ。だからアポインターみたいなのはいないんですよ。その全部会社で集客してる、折り込みチラシだとかウェブだとか、ウェブっていうのはもうホームページか、あとイベント、あとなんだろう、なんかいろんなもんあるわ。で今なんか YouTube から来てくれる人も結構おるんですけど、そういう中でそのどんどんもう何って言ったら、もう人が育てないんだったらやっぱ信用もなくなっていくし、現場も赤字になったりするし、そういう中で、一番悪かったのは、ここかなと思うけどね。でそれに対してこの先行投資が見合ってないってことだよね。でもう本当に壮絶だったよ。お金本当にひどい時は通帳に何万円しか入ってない。毎月だって5億ってことは月 4,5 千万売り上げあるわけでしょ。それなのに通帳に何万円しか入ってない時があったんだよ。
やべえなみたいな、うん、でもちろんね、あ、まあこれちょっと次の話か、はい、じゃあちょっと次ね、倒産寸前になるとどうなる、ちょっと何て書いたかな、忘れちゃった、あ、本当にお金がなくなると社員が辞めていく、うん、そうそう、本当にお金がなくなる、まあ今言っちゃったね、うん、で会社って結局さ赤字だろうが本当は潰れないわけよ、現金持っとりゃ、だけど俺もイケイケでブヤーやっとったんで、それはギリギリの資金で回ってっとるわけじゃないですか、そういう中でやっぱ赤字出すって辛いよね、もう支払いの方が大きいんだもんね、入ってくるから1000万入ってきて2000万支払いみたいなもんでしょ、赤字っていうのは、だからそれ回っていかないんですけど、まあ幸いにも俺はあのお金本当に使わなかったんで赤字の額がすごかったんですけど、持ちこたえたっていうのはそこかな、お金がなんとかなんとかギリギリ回った、うん、でまあそうかな、あとはもう本当に銀行もね、あの調子いいブンブンバンバン成長してる時はね、まああんま今でもその銀行さんとも取引あるんで悪口じゃないよ、もちろんそれ当たり前のことだと思うんですけど、半沢直樹ってあるじゃん、貸し剥がしとかさ、もう本当にその状態よ、つい先週ぐらいまで金借りてください借りてくださいって言って、ちょもう行ってみたいな感じだったのが、それはもう赤字出して、だってやっちゃかじって俺も気づいてないよね、走っちゃっとるもんで、で決算出たらあれみたいな、まあ、まあその前に金がなくなったもんで気づくけどね、で金がなくなって気づいて、銀行さん金貸して貸して借りて借りてってこの間言ってたじゃんって、借りて貸してくれるって言ったら、いやいやいや社長ちょっと待ってくださいよって、赤字の会社に貸す会社がどこにあるんですかって、うん、もっともだもんね、だって金貸す友達でも金持ってるやつに金貸したくない、1000円貸してくれたら、あ、今日1000円貸し、ちょっとお金ないから1000円貸してって、財布忘れたから1000円貸してって、2000円にして返すわって言ったら、これ貸したいでしょ、お金持ちなら、でも金ないやつにさ、ちょっと1000円貸して2000円で返すわって言っても貸さないでしょ、うん、だから、うん、まあもちろんそれは当然のことだもんね、別にそれを恨むとかじゃないんですけど、本当にまあそれぐらい俺もそう未熟だった、うん、全然わかんなかったもんそういうこと、うん、でまあそういう中で、まあ、やっぱ金がない、金がないし会社の雰囲気もどんどん悪くなってくるし、やっぱね今までそれこそティッシュ1枚も大事にせえみたいな感じなんていうか、ここ本当にね赤字って、まあまあ特に俺はもう全部言う方だもんね、もうあこの会社ダメなんじゃねえかなって、人が辞めてったんですよ、うん、だけどまあ一番辞めてくのに辛いのはこっちは、まあ、ね、自分はもう本当に一緒になんか拍手ばって言ってくれるかなと思った人もやっぱり辞めていくわけ、うん、でそうすると残ってる人たちも、みたいな、連鎖倒産じゃないけど連鎖退社みたいなのが本当にね始まるわけだって、うち何人やんて営業半分じゃんみたいでね、この時に、うん、それはきつかったよ、でもまあ残った人たちがすごいよね、よう残ったの、俺ならもう絶対辞めとるわ、だって本当に分かったもん、もう絶対その見込みもなかったもん、俺もまさかこんなに、もうそれがそれがもう大逆転のむちゃむちゃ今世紀最大ぐらいにもうずっとこの2年ぐらい良くていいんですけど今はね、うん、だけどまあその時に残った子たち辞めてった子たちってまあどっちもまあいい悪いとか責める責めないっていう話じゃないんですけど、ただ本当に俺はまあ前回の動画でもその会社ね赤字になった時に成長したって言ったのは、本当にもうまずやっぱりお金ってすっごい大事だなっていうのをまず一つ学んだ、でそれとね、その悪い方のその勉強よりもいい方で俺は感じたのが、あ、こんなにもだってもう俺に未来ないぐらいの状態なわけじゃん、究極はこの人についてたら損なわけでしょ、まあ、給料は止めてないよ、まあ、給料止めたらもっとさらに辞めてったかもしれないですけど、でもそういう人になんちゅうかな、ついてこうって思えないでしょ、俺も思えないもん、だけどまあ自分で今までやったことだとかいろんなことを評価してくれて、まあ多分ね、いやこの人についてったらまたうまくいくんじゃねえかっていうよりも、なんかもうわけわかんない状態、多分もう必死、うん、でもこの人頑張っとるで一緒に俺も頑張ろうみたいな、まあまあ生活なんとかなったらちょっとまあ、その時考えやって、この人手挙げたらまあ一緒に手挙げようみたいな状態だったかな、まあだから俺もそれがいなかったらもう歯食いしばれなかったと思う会社ね、まあ、歯食いしばって本当に毎日
一生懸命一つ一つやって、まあ良くなって、漫画をすごい短期間で良くなった、それはまあやっぱ人かな。だって銀行さんからももうこれやばいから、その国からね、なんか助成金が出て、まあ、助成金出てそのコンサルティングが入ったんですよ、会社の改善みたいな。でそのもう銀行の返済も止めましょうみたいな、あの一回ね、なんかそういう国のなんかあの法律みたいなのがあるんだよね、なんかそういう条例っていうか、なんかそれちょっと俺もわからんけど、あんまりで銀行さんからまあそれ勧められて、まあこういうのをやればその一回返済を、あの返済がなくなるわけじゃないんでね、もうあのお金借り取る金を返さんでもいいわけじゃなくて、その1年間じゃ2年間3年間でその改善されるまで止めてあげますみたいなのがなんかあったんですよ。でそれをやるためにコンサルティングを入れて、まあ1年もしないうちにもう V 字回復みたいなブワーンってしてったんですよ。それって何って言ったら他でもないけど、もう本当に社員の働きだよね。だって俺一人でそんなもん変えれないもん。じゃあそれ何年もかけて、それはまあ厳しいことやったりいろんなことやって仕組み変えてって、でもそんな数字ついてくるのってその先じゃん。じゃあ反則の広告のやつをちょっと変えて、ね、広告宣伝費を 15% 下げれるように新しいのやってみようかって言ったって、それ1年2年かかってくるでしょ。でさらにそれがお客さんの売り上げに数字かというともっと先じゃん。だけどなんでそんな簡単にバーンってなったのっていうと、まあもちろんまた売り上げがバーンって上がったわけじゃないんですけど、現場ごとの利益率が変わってったり、なんで無駄なもんが本当省いたっていうのが大きいかな。あとはまあ辞めてってくれてね、辞めた人たちの人件費がまあ減ったっていうのも大きいですけど、まあそれだけじゃないよね。だってそれで辞めてってたとえ半分の人数になってもやっぱ回んないから、パートさん入れたりとかいろんなもん入れたりするとこもあるじゃん。だけどその半分でやらないでしょ普通。だって現場10人区で終わらせるやつ5人区で終わらせろって、もう終わらんけど絶対ね、現場って物理的なもんだから。だけど、まあ、営業でもそう、もうギリッギリだった。もうその時なんか本当にみんな本当に頑張って夜遅くまでやってくれたし、だから、まあ倒産する経験っていうのは俺はまあ本当大きかったかな。まあためになったでしょうか。まあ12分喋りましたんで、チャンネル登録といいねお願いします。また見てね。